はい、おはようございます。スピークです。4月の9日ですね。はい、御嶽スキー場に来ました。御嶽、こっちちょっと広角レンズだから見づらいかもしれないけど、この真っ白い山が御嶽山ですね。はい、でね、この御嶽スキー場、昔はというか去年までは、なんだっけ、御嶽2240っていうね、スキー場名でした。そこにゴンドラ降り場があるんですけど、そこにまあ標高2240m ってそこになってるんで、まあそこから御嶽2240という名前になったんだと思います。はい。で、まあね、今現時点、まあ4月の中旬の段階で、一番下部以外のほぼ全コース滑れる状態だったんで、まあ今日急遽撮影しに来ました。はい。またね、来週で来ようと思ったんですけど、この後高温かつ雨、もしかしたら台風っていうね、なんと4月の台風っていうね、予報がついちゃったんで、今日慌ててね、来ちゃったって感じですね。はい。今年はね、長野県のスキー場のリフト券で半額でね、滑れるんでね、こういう機会に楽しんでいこうと思います。うん。まあそんなこんなで、まあもうこれ今オープニング撮っての昼前なんですけど、まあ一通りゲレンデ撮影したりとかしてきたりとか、まあできれば追い撮りとかしてきたりとかするんで、まあこの後お楽しみください。来週まで営業となってますけど、ちょっとね、それができるかどうか、私ちょっとこのスキー場初めてなんでわかんないですけど、まあそれの参考になればいいかなと思います。よし、それじゃあスタートしましょう。レッツゴー。今日もなんかカモさんちょっと見つけちゃったんで追っていこうと思います。よし、じゃあ行きましょう。
なんか叫びながら止まったけど足に来ちゃってダメ本当に、うん、側がどうなんでしょうね。とりあえず動画的にはあのね、これ真ん中滑ってタイヤ。ウィングコース行きましょう。転ぶのを期待してるんです。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、という感じで御嶽スキー場4月中旬一通り滑ってきました。まあ最下部のとこは見ての通りもう半分死滅しちゃってるんで、まあそこから上のとこだったんですけど、なかなか良かったですね。特に朝のあのカービングがね、決まる感じのバーンは、ね、最高でしたね。でね、まあコブのとこはね、正直あまりね、私コブ好きじゃないんであれだけど、まあコブもね、ちゃんとね、隔離されてる感じで用意されてて、でまあ一応ポール張るぐらいのコース幅、そうコース幅あるんだよね結構。で景色もいいでしょ、御嶽の方、裏のパノラマコースの方行ったらね、景色ね全然良くなかったんで、パノラマコースに巡らずに景色を眺めるのがいいと思います。はい、御嶽さん、ここからはね見えますね、真っ正面、真っ正面、こうこの辺、この辺、うん、この辺ね。そう、肉眼で見るとねかなりでかいっていうのが分かるからね。なんか山頂からねもくもくしてるけどね、あれはね、まあ、噴煙がちょっとぐらい出てるかもしれないね、漏れてるかもしれないですね。一応活火山ですからね、はい、うん、っていう感じで、まあ、ちょっと話に聞かせた。ただね、この後のね、天気がね、ずっとね、高温の晴れだったり、雨だったり、嵐だったり、台風だったりするんで、一応ね、ゴールデンウィークまで当初営業を目標にしてて、まあ、来週末までっていう感じで切り上げてきたんだけど、その来週末まですら厳しいんじゃないかなとね、いうふうに、ね、予想します。なので、まあ、このゲレレコはちょっと早めに出しますんで、はい、まあ、参考にして来週遊びに来る人は、ぜひ、ね、参考にしてください。うん。まあね、御嶽スキー場ね、結構ね、楽しめたんで、また着替えたらね、来ようと思います。うん。来やすいっていうのは、道自体はね、ちょっとうねうね登ってこなきゃいけないんだけど、ただね、立地柄ね、さほどね、雪道にならないと思うんで大丈夫だと思います。という感じで、まあ、楽しんできました。また来ます。何回同じこと言うんだ。という感じで、今回の動画が面白かった、参考になったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。これからも遠征していくんで、ぜひ、見てね。それじゃあまた次の動画で。じゃあね、バイバイ。